10年厳冬期の早朝豪雪の取材で西川町大井沢に入った辺りは猛烈な吹雪で夜明け前のような暗さである一晩で80センチ以上の新雪が降り積もり剣道上に見えるかすかな輪だちを頼りに車を走らせた表層雪崩が剣道沿いで起き スクールバスが雪だまりに乗り上げたと聞いて現場に向かった小中学生は全員無事で道路脇に退避していた問題はこの後である東方の車も路上の雪にはまり発進できなくなった子どもたちに車を押してもらい難を逃れた苦い記憶が残る圧雪路面で、 発進不能の車が連鎖的に発生する仕組みを福井大と新潟大の研究者が解明した発進時に生じたくぼみに後続の車がはまりタイヤの空転でさらにくぼみが深くなっていく負の循環が原因という立ち往生を防ぐには早期の通行止めや広域迂回が有効と指摘する。 先の豪雪取材で当時の大井沢区長からこんな助言をいただいた大雪の時はじっとしているのが一番やや無謀な取材を試みた我が身にずしりと響いたさて県内も本格的な降雪期に入った悪天候が予想される際は外出をやめるなど無理をしないことが 何より大事である。